今日は本宮さん、三河富士と呼ばれている本宮さんに来ております。昨日の大和屋の酒もちょっと残ってるんですが、頑張って、一番の最短ルートかな、700メートルちょっとですけど、頑張って登って、今日はちょっと一汗かいて風呂入って帰りたいと思いますんで、今から行ってきます。ここが登山口ですね。はい、この鳥居が登山口となっております。じゃあ、はい、スタートして、10分ぐらい、こんな林道でもう最高のこの自然の雰囲気というか、山のマイナスイオンを浴びてる感じで気持ちのいい登山道です。ここからね、あの本宮さん、あの神社とかね、いろいろ出てくるんですが、比較的、簡単な山なんで、程よく汗をかいて、程よいビールが、美味しいビールが飲めるかなという、はい、会社ポイント馬乗せ着きました。なんか本当に書いてあるんですが、あのネットで見るとどこが馬乗せっていう感じですが、なんかこれが馬乗せらしいです。こんな感じです。はい、まだ先は長いんで頑張ります。本宮さん山頂着きました。途中、結構ね階段が多くて結構なんかしんどかったですね。でもこの渥美半島を一望できる、あのこう見えるかな、これあ見ない、この絶景、向こう側に見えるんですけど絶景、はい、素晴らしいです。途中ね、ここ車でも来れるんですよね。なんかだからスーツの人がいたりとかしてびっくりしたんですけど、なんか車で上がってこれるみたいです。はい、なんで結構なんかハイキング的というかドライブのできた人とかもいるみたいですが、自分の足で来てる人もいる、山頂です。はい、途中ね、なんかあのキッチンカーなんかも来てて、あのコーヒーも飲めるとこあるんで、帰りに、持ってきたパン食べながら、山頂付近でちょっとコーヒーいただこうかなと思っています。500円です。はい、ということで、今から下山します。今日の自分より明日の自分、自分の今を乗り越えていこう。人生をゲットオーバー。